お。はい、もしもし。はい、もしもし、お疲れ様です。今どこにいます？今家いるよ。はーい、家行きます。あ、ちょっと？うん。あ、オッケー、了解。よいしょ。ま、座りにさい。はい。とりあえずですね。うん。モズには入らないことになりましたので。はいはいはい。なんでまた？うん、まあ、ギャングに入るならばやはりアンブレラと戦うギャングに入りたいのですが、うん、今のとこまあ仲が良いとか戦える体力がないとかで、アンブレラと戦えるギャングがないので、うん、モズもしかり。うん、ばあさん疲れちゃったんだって。あ、うん、だからまあ行くとこがないから一旦アカデミーに骨をうずめて、うん、最速のレーサーたちを育てつつレーサー、うん、うん、最速ドライバーを育てつつ、いつかハンハンスピードみたいなギャングを作ろうかなと。どんなギャングなのそれって。もう早いことに喜びを感じる。なるほどね。うん。ヘリとか船はへみたいな。はい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 。まあいつかできたらいいなくらいの夢。かっこいいな。大型とかもあの客船とかももう砂浜に車すごい台車止めておいて、ボートとか泳ぎで一旦砂浜までみんな逃げ出すみたいな。はい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 、はい。じゃあ運転手だ。はい、運転手。運転手だ、運転手だ。来なさい。はい。ちょっと、今回だけ運転させて。はい。ちょっと、いろいろあってね。よいしょ、よいしょ。実は、私からも話さなくちゃいけないことが、はいはい。心の準備はいいかな。何の？心準備した？あ、はい、覚悟の準備をしておいてくださいですね。了解です。なんか開く。こっちに来なさい。閉まってない。ようこそアルカナへ。すごい。これ私たちのアジトです。かっこよー、かっこよー。ここ開く？開くよ。すごー。でここじゃなくて、わははは、ユニオンあるの？実はアルカナの本当の幹部というか、実はアカデミーのメンバーってアルカナじゃなくて、分類的には。まあまあアカデミーですからね。そう、その上の組織というか、まあユニオンつけることないんだけどめったに。はい。これそれがあるとね、鍵開けれる。あ、なるほど。そうそうそう。うわ、すごっ。あそこで階段で転ぶと死ぬらしいから気をつけて。あ、ここか。もうジャンプすると電気に当たって頭から落ちて死ぬらしい。わなすぎるな。うわ、すごっ。外なの？なるほど。すごっ。うわ、すごっ。かっこよ、これ。これ、うち。これはもうただのお家、あの下の狭い空間でやってるよ。なるほど。これはもう普通にお家、ただのお家。ほうほうほう。で、あの下だけ空いてるって感じ。なるほどね。そう、基本的にあの幹部組はそこで話してることが多くて、はいはい、
やっぱアカデミーの管理というか、アカデミー見てもらう上でね、アカデミーのトップとして、そしてアルカナの幹部として、これからは。了解。まあとは言っても別に大したあれはないんだけど、やること変わんないでしょ。うん、変わんない。うわぁ、はい、DJ ブースある。ああ、いや、ジョブ。え、ジョブなんだ。うん、ぐらいかな。こっちはね、使うことめったにないんだけど、一応ヘリ出せないんだけど、ここになんかヘリ持ってきたら乗せれる。ああ、まあ持ってきたら乗せれる、了解です。うん、僕ヘリ乗らないから、ガレージとかではないんだけど、なんかある、あれは。ヘリ乗らないから大丈夫かな。うん、ヘリ乗らないんだよねっていう感じ。すごい。ジャンプしたら死ぬやつだけ罠すぎるけどね。僕も知らなかった。シュー、あ、よかった、セーフ。これ会議室。わ、すごい。奥にもまだ扉ある。あそこで着替えれるやつ。ああ、なるほど。そうぐらいかな。ここあんまないんだよね、別に。結婚ダラダラ。うわ、拷問してますやん。え、待って。うん、人の足入ってるが。あ、これ丸肉屋の。ああ、そうなんだ。うん、解体現場か。あ、すごい、何これ、かっこよ。あ、それそれだよ、あのアルカナのロゴというかマーク。ああ、なるほどね。で、一応タロットカードから来るんだ。これ背中見てもらったら分かるんだけど、タトゥー両手両足に入れるのがあって。両手両足に入れるんだ。そう、入れれるものがあって、あ、入れ、それを首以外のどこかに入れてもらうんだけど、うん、はい、やっぱ足かな。足かな、ドライバーだし。うん、それのロゴ、あの、要あれが拡大させたのがこれ。なるほどね。うん、バレないように入ってるの。ああ、なるほど、了解。ってわけ。かっこよ。一応これ頭こづいてこの場で鍵開ければ開く、出るときに閉めれば閉まる。なるほど。やったー。すごい、かっこよ。実はね、あそこにあったのか。あったんです。近いんだよね、あそこだから。確かにこれはドライバーいる。そうなの、大変なのよ、もう。うん、固めだって眼帯してるもんね。うん、そう。してなかったらね、もう全然余裕だったけど。してるから。いいね。だからあそこが、あ、お家です。何ね、蛇のアルカナは確か知識だったかなみたいな感じですよね。そう。そう。まあだから何が変わるというわけじゃないんだけど。はいはい。まあ多分いろんなものがね、見えてくるはず。これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと電話かかってきた。はい、失礼いたします。なんかイベントの話だった。うん、あっちだ。新しく出る武器打たせてあげようと思ったらなかった。うん、向こうの家の方にしまってた。うん、なんかね、連射できるピストル。まあなんかなんだっけ、スマートピストルじゃなくて、なんとかピストルみたいなやつすでにあるよね。でも、そう、でもマシンピストルは、うん、マシンピストルだっけ、
なんか、みたいなやつ。あれね、分類が SMG なんだよ。あ、そうなんだ。そう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 。だから、いや、紛らわしいよね、あれ。じゃなくて、ハンドガンの方のピスト、まあ、マシンピストルと比べたらもう劣るんだけど、もちろん。みたいなものがありまして。はいはいはい。どうなるかと。まあ、それ一回、傭兵の子たちに持たして、押収させて、警察にも押収されるぐらいで持たせて戦わせようかなって了解。思ってるよ。ほい。って感じかな。ちょっと六方の見れるところを増やしとくね。はいよ。いずれギャングに行っちゃう人とかいたから、すごい助かる。OK。やっぱそのギャングに行かない人、行く予定が少し、まあ行かないっていうか行くようなが予定が後の人が一人いると、その人が分かってれば済むから。はい。アルカナが潰れたら考えるかな。まあ都合よかったらギャング立てたっていいしね。まあでも相当先の話だと思うな。そうね。僕も今持ってる事業をちゃんと、なんだろう。アカデミーも、武器売買とかも、お店を独立させて、最終的にはそこの管理者を変えるつもりではいるので、まあ、要は、うちの手から離れる。とか、なんか離れ終わったらかな。アルカナが展開してるビジネスは、傭兵のアカデミーと、武器屋のファムファタールと、あと、なんだっけ、イベント会社のワンドボックスっていう黒幕のイベント会社が後にできるんだけど、と、あと、これは名前暫定なんだけど、車の裏ビジネスの、トーバっていうのができる予定。で、今動いてるのが、傭兵と武器って感じ。なるほどね。まあ、そこら辺もまたね、幹部会で話していくと思うか、その時に来てくれたら。まあ、名前わかんないんだけど、まだ。東亜だけは、車の方だけは。まあ、武器も見れるし、車も見れると思うし、もろもろ、多分、いろいろ、これ見てほしいとかなると思う。まあ、武器もできるけど、車も、楽しみ。車なんて一番いいんだから。車はでも、車見るときはね、性能面の話？多分性能面を見てもらって、このビジネス自体を動かすのは今のところ大川さんがOK。やってくるから、まあ、じゃあ、詳しくは大川さんに聞いてみるといいと思う。了解。で、幹部組だけはお互いの名前を、打ち明けてるけど、幹部会で会うからね。それ以外の人にはアルカのメンバーって本当のアルカのメンバー言ってないから、って感じ。了解。今んとここんな感じかな。幹部って誰がいる？僕はあれじゃん。ねね、あと、大川さん、浅林ラルさんとハンさん。で、一旦暫定でアカデミーの担当で JD がいるんだけど、JD はなんか目的があるみたいで、多分いずれ抜ける。ああ、了解。おそらくね。それまでは JD。で、本当はライアンもいたんだけど、入れる予定だったんだけど、ライアンさんは、ちょっとやらかしがあって、ああ。ちょっと様子見で一旦メンバーに了解。なりました。はい。あとはコメさん入ったよ。傭兵の方、アカデミーの方には。ああ、聞いた聞いた。何人いんの今。今、4、5人、6人下手したらいるけど、もう2時だからな。そう、合計？あ、合計値はもうちょいいるはず。合計13で僕とね、抜くが11ぐらいいるのか、今。ぐらいいる。ユニオンできるやん。いろいろできるね。ね。あとはあね。とそうだ。今日、個人的にモズのああ、そう歩言っ兵行てったってね。話したっけ？とかは報酬どうする？いくらか入れた方が良かったら入れるけあ、いや、まあ今回のはいいんじゃない？ど。OK。で、どうなんだろうね。モズってアルカナの傭兵あんま使いたがんないのかな？今回はちょっと多かったから、
人数たがだね。絶対に逃げたかったらしく、あ病院所襲撃とかが入ってたらしくて、ワンさんあ、へえ。に。で、ワンさんがお金回収だったらしくて、どうしても逃げたいらしいから俺を呼んだらしい。なるほどね。うん。まあ、でも今後、そういう交渉の場とかあったら、ネネとハンさんについてきてもらおうかと思ってるから、了解。4人乗りのいい車用意しといて。4人乗りのいい車、はい。他の組織の人にはバレてもいいの？ハンさんがあるかの人間って。いいよ。ああ、じゃあ大丈夫だ。ってなわけで、そんぐらいかな、今言えるのは。了解。はいよ。それじゃあ、また何かあったら。はい、ありがとうね。よろしくお願いします。はい、よろしく。どうしちゃったのかな、行って。運転手。はい、もしもし。6087に迎えに来てもらってもいい？はい、了解、6087。はうん、待ってるーい。よ。ご苦労。レギどュラーちらままで？で。営業まで、はい。なんかね、うん。出れなくなった車。出れなくなっちゃった。なんかね。なんかね、あそこら辺多いからね、出れなくなるとこね。そうなんだよ。実はね。なんか忘れ物したんかと思った。全然そんなものはないよ。いいよ。ありがとうございました。はーい。